それじゃあ、会見を始めさせていただきます。今日は衆参、参議院衆議院か、順番でいうとね、承認喚問を行いましたので、喚問に立った私と宮本武史衆議院議員とで、会見します。まあ、今日全体のですね、籠池氏の証言を全体として振り返った場合に、やっぱりいくつかの非常に重要な、問題が浮かび上がったかなというふうに思います。でまず第一に安倍昭恵、氏のですね、この件に対する関わりであります。で、まあ、籠池氏の証言の中では、定期借地契約、まあ、10年だったものをもっと長くと、まあ、50年というような、ね、話も出ておりますけれども、まあ、こういう要請をして、で夫人付けのですね、谷紗友子さんという経産省から出向している、方がですね、その後ファックスで、その交渉結果、相手は、財務省の理財局の国有財産審理室長、まあ、そこから回答を得ましたということで、引き続き当方としても見守ってまいりたいというような回答をしている。で本件は昭恵夫人にもすでに報告をさせていただいておりますと、まあ、いうようなファックスが送られたということの証言がございました。で、まあ、私もそのファックス示すようにというふうに求めまして、まあ、それは示すということでしたので、まあ、おそらく間もなく現物が公開されるのではないかというふうに思います。でやっぱりこれはですね、この安倍首相がこの問題が発生した最初の段階から、2月17日の衆議院の予算委員会で、私も妻も一切この認可にも、あるいは国有地払い下げにも関係ない、私や妻が関係していたとすれば、それはもう間違いなく、総理大臣も国会議員も辞めるというふうにおっしゃったわけでね、でこのやり取り、そしてファックスということが、これは事実ということになれば、これは関係していたことが極めて強い疑いがあるということになるわけでありまして、これは非常に重大な問題であるというふうに認識しております。徹底解明が必要だというふうに思います。から2つ目に、私の参議院の質問でもですね、自民党や維新の党、維新の会などのさまざまな政治家の名前が、関与が出てまいりました。でやはりこのウルトラシー的な国有地の払い下げの経過に、政治が関与してたんではないかということが言われていったわけですが、私が参議院の予算委員会で示した河野池義忠参議院議員のみならずですね、こういう何人もの政治家の名前が挙がってきたということが重要ではないかなというふうに思います。から3点目ですが、特にですね、ゴミが出てきてからのいわゆる8億円ダンピングの経過について、宮本議員の尋問の中でも神風が吹いたと、参議院でもそういう表現をしておりましたが、大きな力が働いたんだということをおっしゃいました。でやはりこのですね、国有地の最終的な購入という段、8億円のダンピングという今回のですね、格安払い下げの核心部分で、大きな力が働いたんだというふうに籠池さんも認めておられるんで、こういった大きな力とは何なのか、これがですね、問題の核心の一つであるというふうに思ってますんで、全体通じて、安倍昭恵、さん、そして、安倍首相の関与、それからそのいろんな政治家の、自民党や維新の党などの政治家の関与、そして最終的なその購入にあたっての大きな力が働いたと、神風が吹いたと言われるもの、一体何がそれをもたらしたのかというあたりが、今後の追及の、ね、大きなポイントになるかなというふうに思います。同時に大阪府の関与についてもさまざまな議論がありましたので、これはこれとしてしっかりと追及をしていきたいと思います。で以上を踏まえて、これまで私どもとしては、籠池氏の承認喚問は、これは今日行われたわけですが、国税庁長官、迫田秀則氏、財務省国際局長、竹内芳樹氏、この方は、当時の近畿財務局長、
から近畿財務局の池田統括国有財産管理官、近畿財務局の清水国有財産管理官、大阪航空局の高見空港部保証課跡地調整係長で、以上6人については、まあ、野党としてこの間国会招致ということで、求めてまいりましたが、それに加えて、安倍昭恵氏、それから、今日名前が何度も出てきた酒井康夫弁護士で、この酒井康夫弁護士については、まあ、籠池氏本人がこの要するに購入の段階での土地取引に関する一切の交渉をお願いしましたと。で、値引きの根拠などについて近畿財務局当時の迫田理財局長酒井弁護士にお聞きいただきたいというふうに、まあ、籠池氏も言ってますので、この方、そして松井一郎大阪府知事、もう一回言いますが安倍昭恵さん、そして酒井康夫弁護士、松井一郎大阪府知事、この3人も今まで、野党として要求してきた、人に加えて、私どもとしてはこれはもう承認喚問で、国会に来ていただくということが必要だと思っています。で、明日の9時半から野党の国対委員長会談が行われますので、その場で野党各党に対して私どもからはこの3人を新たに承認喚問ということで求めることを提案したいというふうに思っています、うん、私からは以上です。山本さん、何かご質問あれば。あまりの重大な中身、はい、まあ、官邸側はですね、まあ、官房長官など記者会見をしまして、まあ、籠池氏の発言と、まあ、正反対の発言といいますか、その1万円の寄付についてもなかったことを確認しているというふうにおっしゃっているんですが、その点についてはどのように解明したらいいでしょうか。いや、だから全然違うわけだから、やっぱり安倍昭恵さんに来ていただくしかないわけですよ。で、実際にはその人払いをしたということで、お二人だけだったということが籠池さんの証言なわけ で、そうではないということをね、こう立証すると、政府の方がね、言うのであれば、これはそのもう一人の当事者である安倍昭恵さんにお話を聞くしかないじゃないですか。だからやっぱり国会に承認喚問して話を聞くということが必要だと思います。まあ、民間人は慎重にというふうに自民党ずっと言ってきて、まあ、ある意味じゃここで言ってる一番の民間人を真っ先に承認喚問したわけですから、まあ、それ以外の方はもう当然承認喚問でこうやっていくということで、私どもはやるべきだと考えています。まあ、それを野党にも提起したいというふうに思っています。やはり籠池氏の方はその嘘を言えば偽証に問われるということでお話になっている。で、その正しさを証明するのであれば、やっぱり同じ形で呼ぶのが必要なんではないかなというふうに思っています。はいはい、今回、そのファックスの安倍昭恵さんからの件なんですけれども、この事実が、まあ、もし事実であるならば、先ほどお話になられた総理の答弁を踏まえると、事実であるならば、総理ももう当然、この、答弁通りに辞任が必要になるというようなでしょうか。事実であればというところが問われているわけだから、まず今、そこを解明すると。いうことだと思います。まあ、その現物そのものがまだ公開されていない段階ですから、で、そういったものもいずれ公開されれば、そういったことも検討し、明日も集中審議もね、参議院でも行われますから、まあ、そういった中で事実、真偽をしっかり明らかにしていくことが国会の責任かなと思います。今日の自民党などの質問を見てますと、なんか事実を引き出すというよりも、なんか籠池氏の印象なんかどうなのかみたいな質問が感じられたんですけども、その与党の質問、今日どうお聞きになりましたか。
まあ、あの他党の質問に論評するのは、まあ、同じような思いを持ちましたけど、言われたことと、はい、特に論評はしません。はい、はい、あの今日あの下地さんの質問で、下地さんの質問なんですけど、あ、最後ちょっとあんまりそれ聞いてなかったな、なんかありました、はい、いやいや結構あの詐欺だとかですね、偽証に当たるとか、あ、なんかね、ちょっと質問の仕方されてたんですけど、これって質問のあり方、これ恫喝を取られるという部分もあると思うんですが、この質問のあり方についてはどういうふうに考えますか。まあ、もうそれぞれの党のやり方なんで、まあ、あれを見てやっぱり国民の皆さんがこれまともなものかどうか判断していただけるんじゃないかなと思います。私はコメントしません。はい、はい、あの先週ちょうど1週間前に新聞とお話しいただいて、小泉さんにお会いしたと思うんですけども、その時にされた話と今日の実際にこう関門で出た話の中で、まあ、多分同じような話とは多分新しく出た話もあったと思うんですけども、その時の印象と今日改めて国会の場で話したので、顔を見てたのはどんなことを感じられたか、まあ、ちょっと難しいですけど、あの当時は言葉の信憑性は国会で話したと衆議院長におっしゃってますけど、今日は改めて顔を受けたのという方を何でやったのか、ちょっと深くしてほしいです。いや、まあ、あんまり、先日お会いしたときとそんな印象変わりません。はい、まあ、今日の方が新しい中身はいろいろ出たのかなというふうに思います。そうですね、ファックスのことなんですけども、はい、意味合いについて少し聞きたいんですけど、与党議員の中からはですね、まあ、役所に問い合わせたけれども、ダメだったということで、まあ、口利きはしてないというのを明確に否定するものだなんていうコメントももう出てるんですけれども、局長の側からすれば、こうやって財務省側に問い合わせたという事実そのものがまず問題だというような認識になる、これは事実であるから。安倍首相の答弁に照らすとですね、口利きをしていたのであれば辞任しますって言うんじゃないんですよ。私や妻が関係していたとすれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めると言ってるわけですね。まあ、関係していたのかどうなのかという観点で、まあ、検証されるべきだと思います。よろしいでしょうか。はい、終わります。